こんにちは、着物アートめぐりです。なぜ私がコンサートホール解説の動画を作成しているのかは、以前にアップロードしている自己紹介動画を見ていただければ幸いです。コンサートホールでの演奏会と聞くと、かしこまったクラシック音楽ばかりと思われるかもしれませんが、こういったテーマ性のある演奏活動を主軸としたオーケストラも存在しています。途端に親しみやすさを感じませんか？着物でオーケストラ鑑賞へ行こうと考えるとき、普段着の気楽なコーディネートよりはフォーマルに寄せた装いを思い描くかもしれません。でも例えばこのように耳なじみのある映画音楽ばかりを演奏してくれるオーケストラの観客席を見渡すと、登場人物のコスプレを本格的にしている方たちがとても多いです。和服の私たちも存分にコーディネートを遊べる気がしてきますよね。それでは早速、この装いで出かけたミューザ川崎シンフォニーホールについて設備から見ていきましょう。ミューザ川崎シンフォニーホールには一般的な大きなコンサートホールに期待する設備がすべて備わっています。クロークがありますので、遠方から来場して荷物が多い方など、例えばキャリーケースを引いてきたとしても預かってもらえますので、出かける演奏会の選択肢を広げることができますね。そしてドリンクカウンターは私にとって2つの観点からありがたい存在です。今回はそのうち和装目線での1点をお伝えします。慌ただしいスケジュールになってしまっても、喉を潤し小腹を満たすことができます。お出かけ前の和装自宅にまだまだ時間がかかってしまう方、もしくは納得のいく着付けが進まず、思ったより手間取った結果外出が遅れてしまうという方、演奏会前に食事を済ませるつもりだったのに時間がなくなってしまう、和装にはなぜかそういう日があったりします。そんな状況において、会場に到着してから軽食を取れるドリンクカウンターはとても利便性が高いです。特に和装初心者の方は、ご自分に適した帯の締め加減がまだあまりわからないところに、お腹が空いた状態で着物を着たりすると具合が悪くなってしまうこともありえます。食事をとる時間がなくなってしまった時などは、たとえバームクーヘン一つでもお腹に入れられると安心です。次にホール内の座席についてです。全体的に和装でも心配事の少ない座席でした。私が座った2階 RB ブロックの場合、前列後列との段差が十分にあると感じられました。後列の方の視界に与える悪影響などほとんど心配がいらない段差です。着物で行って大丈夫かなと気にしてしまう理由の一つに、お太鼓結び問題があると聞きます。これは帯枕の厚さの分、座高が少し高くなるという実情を懸念したものですが、こちらのホールの座席くらいの段差があれば心配しなくて大丈夫です。他に着物ポイントとしては、小さめのトーク帽やヘッドドレスであれば着用したままでの鑑賞もできるかと思います。ご自身の考えで、その場においてマナー違反にならない判断をし、演奏会での和装を楽しんでみるのはいかがでしょうか。座席の足元は身長163センチの私の場合で、これくらいの余裕がありました。着物でも楽々と振る舞えるゆとりです。座席に持ち込む手荷物を
どの程度にするのか、イメージを持つ参考になれば嬉しいです。トイレは私の座席に近かった2階の女子トイレを元にお伝えします。寒い季節など着物の上に羽織をまとったままの和装で過ごすという方にとっては、トイレの個室内に手荷物を置ける棚とフックの両方がありますので、使い勝手がいいのではないでしょうか。また表には記載していませんが、トイレットペーパーも手を伸ばしやすい位置に設置されていました。和装目線でプラスポイントだと考えています。続いてトイレ関係のその他も見ていきます。まず姿見があるのはとても嬉しいポイントです。トイレを出てホールに戻る前にお太鼓の垂れがちゃんと下がっているかどうかなど、ここで確認しましょう。もしも着物の後ろ身頃が落ちてきているようなら、姿見を見ながら扇子の柄などを使って腰紐の中にぐいぐいと押し上げることで、裾線の位置を改めるという対処ができます。こうしておけば休憩後の第2部もまた安心して座席に腰掛けられますね。ハンドドライヤーは感染症対策で利用不可になっている可能性があります。その場合ペーパータオルが代わりにあるといいですが、私の確認時点では設置がなかったので、ティッシュ、ハンカチの持参が欠かせません。ティッシュがあれば、洗面台の水濡れを拭うこともできますし、着物のたもとにとっても安心で一石二鳥です。なお、2階の女子トイレはステージの上手側にありました。トイレに近い座席位置を重要視する場合は、チケットを購入する時点でステージに向かって右側のエリアを選ぶといいでしょう。休憩時間をより効率よく使えると思います。いかがでしたでしょうか。ミューザ川崎シンフォニーホールには、ホールを出たところにこのようなスペースもありました。着物のコーディネート撮影をして、思い出の写真を残すのにもってこいの空間だと思いませんか？ここで問題です。このコーディネート、テーマは何でしょう？正解は、スーパーヒーローズの一人、アイアンマンでした。こんな風に演奏会のプログラムに合わせたコーディネートを考えながら、着物でコンサートに出かけることを楽しんでいます。皆さんが次に出かける演奏会はどんなプログラムで、どのようなコーディネートが浮かんできますか？それでは次回の動画をお楽しみに。